ヨーロッパに来るまで飛行機を見たことはなかった。大空を飛び、鳥のように宙を舞うその姿。そんな飛行機に乗って戦う彼らパイロットを見ていると、ロマンを感じざるを得ない。俺を嘘つきのろくでなしと呼んだ。そしてその通りだからこそ奴を連れ帰った。本当のろくでなしだ。中間地帯から男を運んだのか。まさに英雄だな。いや、そうじゃない。イカサマして、泥棒、ただの犯罪者だ。諦めろ、ブラックバするのか。お前のために軍法会議で証言する。罪が軽くなるかも。どうだかな。ったく。ウィルソン来い。後ろに乗れ。なあ、俺がやる。やらせてくれ。お前に資格はない。ウィルソン、死ぬんなら空の上だ。行くぞ。なあ、本当にいいんだな。行くさ。武将の金を返せ。なあ、任せろ。そっちは行けるか。
方に着いちまうぞ。まだたくさん残ってる。行くぞ。飛行船がロンドンに着いちまうぞ。まだたくさん残ってる。行くぞ。Thank you.
番に任せておけ。怪我は？大丈夫。対空砲を抑えるんだ。援護する。よし、上に上がるぞ。下を見たりするなよ。分かってる。とにかく下は絶対見るな。対空砲を抑えるんだ。正気の沙汰じゃないな。あの対空砲がこっちの位置を落としまくってる。俺たちで奪うんだ。よく見えない。まっすぐ前か。ああ、危ない。そこら中から撃ってきてる。
一人のろくでなしが必死で人助けをして自分が救われた話だ。まあ戦時中のことだ。誰もが勝手な話をする。あるパイロットが飛行機を盗み、相棒を死なせ、騙し偽り、人を殺しながら西部戦線を駆け抜け、騒ぎに乗じて軍法会議から逃げ出したとか。ウェルソン、そんな作り話は忘れろ。俺の話が真実だ。でなければ話す意味がないだろ。誰もが戦争の影響を受けた。世界のあらゆる場所が。どうしたの？みんな待ってるわ。すごい写真。ああ、あれはすごい時代だった。パパって軍服が似合ったのね。私じゃない、弟のマッテオさ。そうね。ごめんね、パパ。下で待ってるから。ああ、別にいいんだよ。お前にもマッテオの話をしよう。私たちが21になってすぐ、あれが一緒に戦った最後の戦いだった。マッテオの大隊は敵の勢力圏の奥深くにある要塞の攻略を命じられていた。私は特別な部隊で別の任務についていたんだ。任務はマッテオの大隊の援護。特別な任務だった。イタリアの面を握る部隊、アルディーティだ。オラビッドリアオトッティアコッパーティー。ウカンダメドカットスパッチャボケンデミンコ。マッテオが下で前進している間、私たちは山の上でその部隊を狙ってる敵を倒し回っていた。聞いているだけでもすごく危なそう。どうってことない。何しろ全身に鎧を着ていたんだ。それにアルディーティはみんな勇敢な志願兵だった。峠道の先には敵が要塞化した教会が待ち受けていた。先に進むにはそれを突破するしかなかった。
ちを倒した残りはただの歩兵で、すぐに教会は私たちの手に落ちた。Non fermiamoci, coraggio! Andiamo! Così, avanti, forza! Perdiamo lo slancio! Qui da Matteo の部隊を攻撃している大砲があって、私はそれを破壊した。マッテオはまだ要塞へ向かってたのね。そうだ。だからそれを支援したんだ。Forza, così! Stiamogli addosso! その大砲がある限り、マッテオはもちろん進撃中のイタリア軍すべてが危なかった。だから破壊したんだ。
私の部隊が無事でいられるには、大砲そのものを吹き飛ばす必要があった。時の爆発ほどあの戦争でスカッとしたことはない。しかし休む暇はなかった。先にある崖に対空砲があって、味方の飛行機を落としているのが見えたんだ。次の目標というわけだ。Non siamo a una fottuta parata! Avanti, avanti!Non fermiamoci, stiamoli addosso!対空砲にはオーストリア・ハンガリーの兵士がいて、こちらで使う前にそれを倒す必要があった。一人を倒したところで、あの忘れられない音を聞いた。標的はマッテオの部隊だ。私の
私一人と敵の爆撃機一編隊の勝負だった。全機を落とす必要があった。私たちに増援はない。あの味方がやられたら、こちらの進撃は完全に止められてしまう。マッテオの命も危ない。数機を落とされると、連中は私に狙いを変えた。だが、マッテオを守るためだ。退くことはできなかった。私一人と敵の爆撃機一編隊の勝負だった。全機を落とす必要があった。私たちに増援はない。あの味方がやられたら、こちらの進撃は完全に止められてしまう。マッテオの命も危ない。数機を落とされると、連中は私に狙いを変えた。だが、マッテオを守るためだ。退くことはできなかった。目を覚ましたとき、死んで地獄に来たのかと思った。連中は山を吹き飛ばした。私は連中もろとも生き埋めになったんだ。ああ、そんな、マッテオは。マッテオを求めて、私は地獄へと降りていった。
そうするしかなかった。マッテを探したかったが、どこかもわからない。どうしようもなかったから、霧の中で真っ先に出くわした問題に専念することにした。山小屋で足止めされている味方の兵士だ。そこへ向かった。目よりも早く音で気づいた。敵の要塞から戦車が向かってきていた。でももう爆弾は使ってしまったでしょ。山小屋には敵の武器が保管されていた。それをかき集めて戦いに備えたんだ。
こうして決死の戦いで私たちは連中の戦車を黙らせた。山小屋は無事で私は先へ向かった。そういえば山小屋にマッテオはいたの？いや、マッテオの部隊はもっと先に向かったと話を聞けた。私は塹壕を進むのはごめん被りたかったが、イタリア語の叫びが聞こえていた。どこを見ても手遅れだった。生きてる者は誰もいなかった。しばらくして遺体を見続けるのに耐えられなくなった。要塞にたどり着いているはずだと。もう死んでるのではないかと思わされるものさえあったが、それって炎だ。辺り一面の炎。要塞には2つの入り口があった。地下のトンネルを進むか、地上をぐるっと回った裏から入るかだ。正面からじゃなくて、鎧はもうなかったからな。それは無理だった。
だがなぜかマッテオがそこにいないと私には分かったんだ。今もあの光景を思い出す。毎日もう諦めようとしていた。マッテオは無事に逃げたに違いないと。そして、おい、どうした。そうして私だけが歳を取るんだ。運命はわからないものさ。誕生日おめでとう、待ってよ。